草津駅の俯瞰写真。左から草津1.2番線、3.4番線、5.6番線である。草津1番線に221系が停車中。校内写真。3.4番線から東京方へ向けて撮影。駅に口東口から市街地方面を見渡した風景。草津塾本陣をモチーフにした和風の門がペデストリアンデッキ上にある。 草津駅は、滋賀県草津市渋川一丁目にある、西日本旅客鉄道の駅である。東駅から、山陽本線西明石駅までの、約120キロメートルが、複々線区間となっている。東海道本線と草津線の2路線が乗り入れ、東海道本線を所属線とする。東海道本線は、琵琶湖線の路線相性設定区間に含まれている。 草津線は東駅を終着駅とし、一部の列車は東海道本線の京都方面との直通がある。駅番号は東海道本線にのみ JRA24 が付与されている。関西鉄道は草津駅から草津市山田町の山田港まで鉄道を延伸する計画を持った。山田港以降は大津まで古城輸送を行い、その先の京都へは 琵琶湖疎水を用いて、間接鉄道より安い運賃でアクセスすることを目論んだ。路線は初めは、天井川である草津川をくぐる計画であったが、工事費がかさむのを避けるため、西方に向かって草津川の川床が低くなった位置に鉄橋をかける路線が構想された。それでもすでに付設された、間接鉄道をまたぐ部分で、巨額の資金を要した。 資金不足に加え、関西鉄道が、京都名古屋間ではなく大阪名古屋間での輸送を、主軸に考えるようになったことから山田に延伸する、計画は立ち消えた。秘伝家時代は、駅本屋に面した単式ホームが、草津線用の一番乗り場通り、本線の二番乗り場、ホームのない抽選を挟み、上り本線である三番乗り場と、同府本線の四番乗り場の島式ホームという、 構造であった。電化工事にあたって、草津駅に電力工事区が設置された。1965年11月、美ワ湖側に延長260メートルのプラットホームが1本、新設された。構内の線路は4本だったのが6本に増え、東海道本線は、島式ホーム2名4線で下り線には、貨物対比線を持ち、草津線は、 短式ホーム一面一線であった。草津線のホームには、貨物ホームや、貨物仕分け線なども設置されていた。校内にある草津川トンネルは当時共用していた、トンネルの美ワ水海側18メートルの位置に、上下線用のトンネルを新設した。この時、河川を張るために、体系のトンネルを建設することから草津川の、川床は70センチメートル上げられ、 水害対策として川幅も20メートルから30メートルに拡幅されている。この工事に先立つ1952年には、草津川を平地化する案も出たが、費用面で、滋賀県と国鉄の調整がつかず、トンネル化に落ち着いた経緯がある。電化は1956年11月19日に完成し、東海道本線の列車の本数は増加したが、 当時、非電化だった、草津線との直通列車がなくなったことで、草津駅で全て乗り換えなければならなくなり、草津線ユーザーからは、直通列車を復活するよう要望が出されることとなった。1967年4月12日に、京城駅に改築された。1970年3月9日に輸送需要の増大が予想され、当駅京都駅間が複々線化。 これに伴いホームが増設された。また、折り返し施設や、貨物対比線の新設が行われた。さらに、同年11月に、草津線の線路を変更し、東海道本線からの直通草津線上り列車は、東海道本線を立体交差で超える構造になった。駅の配線切り替えは12ヶ月にわたって、計52回行われ、 1969年5月31日から翌日に行われた作業は翌日まで16時間かけて行われたもので作業員1350人運行に影響が及んだ列車400本を超えた。草津線の旧線路時期は道路に転用されている。草津線分岐点横には草津線用上機機関車の転車台、急端所、給水塔の設備もあった。 現在それらの跡地は保守車両基地とマンションになっている。かつては貨物業務の扱いと草津線直通列車の機関車の交換作業と操車場機能があった。上下線の外側には側線が残っているが現在は使用されていない。草津線を開業した関西鉄道が駅南側に研修庫などを持っていた。使用廃止後も跡地が 平成になるまで残っていたが、現在は近鉄百貨店草津店とマンションになっている。上表の路線名は旅客案内上の名称で記載している。島式ホームを計3面8線を持つ。東京型には東海道本線の上下を挟んで中央に有効長260メートルの電流線が設けられ、列車が東海道本線をまたいで草津線に入れる。 高架橋が設けられている。草津を境に、東京方が副線、福線神戸方が複々線であるが、方向別複々線のため上下線の列車で、平面交差が生じていない。上下線の外側には有効長600メートルの貨物対比線が設置されている。京都方から、草津線へ入る列車は5.6番線に、入線してから、東海道本線を、 オーバーパスするが、それ以外の草津線の列車は1.2番線から発着する。当駅は駅長が配置された直営駅であり、管理駅として東海道本線の安駅、森山駅、立東駅、南総通駅と草津線内のすべての中間駅を管理している。IC 乗車カード、移行下の利用エリア内である。 日中時間帯は1時間に7本4本が停車する。朝晩は本数が多くなる。2021年3月13日時点の平日ダイヤの1日あたり運行本数は南草津川では下り143本74本、普通10本、上り148本である。日中時間帯は1時間に2本が発着する。朝晩は 京都駅発着も設定されている。2021年3月13日時点の平日ダイヤの1日あたり運行本数は上り39本、振り40本である。2009年までは日本貨物鉄道の貨物駅でもあったが臨時車扱い貨物のみの取扱いであり、最後まで貨物列車の発着はなかった。これは一旦廃止された貨物取扱いを 国鉄分割民営化直前に将来の貨物取扱再開に備え開閉期間取扱範囲は別に定めるとして再開させたものであった民営化前の1986年まで旅客駅西口の北側に有害者用の貨物ホームが存在した南洋圏が販売する主な駅弁は下記の通り駅弁類は 明治22年7月1日の鉄道開業後、同年7月6日に、草津村王子の南信介により校内、営業出願、同月18日許可、8月1日販売開始である。2020年度の1日平均乗車辞任は23,947人で、JR 西日本の駅では、第25位である。長らく、 滋賀県内の駅では当駅が最も乗車辞任が多かったが、2014年度に南草津駅を下回って第2位となった。しかし、2020年度は新型コロナウイルス感染症の流行による影響で乗車辞任が大きく減少したものの、南草津駅は当駅を上回る減少率を記録したため6年ぶりに再び県内第1位へ戻った。 滋賀県の県庁所在地の駅である、大津駅より多く、草津線との接続駅でもある。また、さらには、関空特急はるか、特急琵琶湖エクスプレスのほか、大津駅には止まらない、特急ひだの停車駅である。草津駅の利用者が駅へのアクセス手段は、徒歩が大半を占め、バスや自動車によるアクセスは、割合が低い。滋賀県統計所によると、 近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。実質的表現感は、旧市街地である草津塾、百貨店など、大型商業施設や市役所が存在する、東口である。西口にも大型ホテルや、小規模商業施設が集中しており人の往来は、多く市街地を形成している。 駅のコンコースが自由通路として、駅東西の市街地を結ぶ道路としての役割を持つ。2013年から、草津市では、草津駅を中心に歩いて暮らせる、草津市中心市街活性化基本計画が進められ、駅前ショップやカフェ、草津川跡地整備工事などによって歩行者の数が増加した成果が見られている。草津駅南側にある踏切は、 下笠道踏切と呼ばれ、草津駅に西口がなかった頃から、草津市西部への連絡路として、交通量が多く、開かずの踏切として知られていた。そのため自動化が遅れたが、草津駅のホーム下を抜ける自動車専用の地下道ができ、下笠道踏切は歩行者専用になって自動化された。その後歩行者専用の地下道が建設され、2007年4月6日の、 開通をもって、下笠道踏切は閉鎖された。1954年の草津市の市政への移行による行財政制度の整備に伴う都市か、1956年の東海道本線の電化に伴う鉄道駅中心とする都市構造の変化の影響により草津の商店街の中心が草津川南側の本町地区から草津駅北側の大 d 地区へ移り変わった。 1966年7月に国道1号と駅前広場を結ぶ都市計画道路が開通する。1967年3月に駅前広場は約3倍の4200平方メートルに拡張され、路線バスやタクシーの乗り場が新たに整備された。駅前にあった国鉄館舎などの建築物は移転して駅前広場周辺に再立地した。 その翌年の1968年には大型店の光屋と平和堂が草津駅前に進出、出店した。この影響で草津川南側の商店街の衰退化が著しくなった。1970年に草津市は専門家に草津市駅前再開発計画の立案を依頼し、1971年6月に公表して、 駅前地区を5ブロックに分けて再開発する計画を立てたが、踏切の立体交差化に対する反対や国鉄用地の買収の停滞によりこの計画は一度、頓挫した。ついで1974年に、草津市は再び再開発計画を立案し、総面積4万8000平方メートルの駅前地区を5ブロックに分けた案を立てた。このうち、駅、 東口広場の南側にある A 地区では、権利者たちがクリーンちづくり研究会を結成し、1981年11月に、草津駅前 A 地区市街地再開発準備組合を発足させた。1982年4月に設計業者に依頼して、モデルプランを公表し、スーパーでは得られないシティ感覚にあふれたナウイ施設をスローガンとした。 商業施設を建設し、立体駐車場や駅との連絡通路を設ける予定となった。その後、1985年12月1日に、草津駅前レチック再開発組合を設立し、1986年12月1日に、建築物の工事に着工された。1989年4月1日に、LT932 として開業した。 LT932 が開業する前年の1988年12月10日に、草津駅東口から国道1号へ通じる都市計画道路が開通した。1968年3月に、西口が完成。当時草津駅の乗降客は4万人だったが、そのうちの1.6万人は、駅西側に居住していた。完成までは駅を利用するには、 一日200回13時間も遮断する市も、笠か渋川の踏切を渡らなければならず、駅西口への要望が強かった。駅西口の完成時までに3400平方メートルの駅前広場と、福院22メートル、延長65メートルの取付道路が新設され、琵琶湖方面へのバスターミナルが併設された。 タクシーが廃車されるようになったのは1972年2月以降である。草津駅には、大見鉄道バス、滋賀交通、低山湖南交通のバスが乗り入れる。事業者ごとに乗車位置が異なり、同じ行き先でも異なる乗車位置となるため、利用者にはわかりづらいと言える。草津駅から、特に運行本数が多い方面は、岡本、山寺工業団地方面や、 浜海道方面である。草津市内のほぼすべての路線が、草津駅か南草津駅を発着とする。草津駅、東口バスターミナルの看板1984年時点では、国鉄バスも乗り入れていた。草津市の市政施行以降は、草津駅を中心としたバス路線の開設や、本数増加が見られ、昭和40年代以降は、草津駅を起点とした。 新興住宅地や工業地域への新規路線の解説が見られた。ありがとうございます。